はい、こんにちは。対馬の YouTuber ソードです。今日は、漁師さんからいただいたソイをお盆用に、お刺身用、唐揚げ用、煮付け用にさばいていきます。このソイは、背物の魚でとても美味しい魚です。値段がこのコロナの関係で少し値下がりしているそうです。商品化も考えております。